早いもんでね、今日はもう11月の14日ということでね、年末12月までもう少しでございますが、今日ご紹介したいのはパンプキンケーキっていうんですよね。皆さんご存知でしょうか。しっとり口どけパンプキンケーキっていうんですけど、ちょっとこれ開けてみたいと思います。私が紹介するのは食べ物ばっかりということでね、本当申し訳ないです。はい、はい、開きました。3個入りですね。では1個開けてみたいと思います。1個1個こういう風な紙で包まれております。はい、包むんじゃなくて入っております。はい、食べてみます。パンプキンの味がするんでしょうか。しっとり口どけって書いてありますが、口の中で溶ける風ではないでございますが、口の中では溶けません。パンプキンの味って言われてもね、微妙でございます。はい、美味しいのは美味しいですよ。味は結構いい味でございますが、しっとり口どけって書いてありますけど、そこは微妙でございます。またパンプキンケーキって書いてあります。パンプキンとはかぼちゃですよね。かぼちゃの味がするかって言えば、それも微妙でございます。ただ美味しいのは美味しいです。はい、まあそれぐらいのレポートしかできませんけども、まあ肝心のおやつとかね、ちょっと小腹が空いた時にね、食べるにはね、いいんじゃないですか。よかったら皆さんも湯種製法でしっとりと焼き上げたパンプキンケーキということでね、よかったら皆さんもお召し上がりくださいませ。そういうわけで今日はパンプキンケーキをご紹介しました。ではまたお会いしましょう。さよなら。